小島徹トールは、地方競馬の笠松競馬場所属の元長教師、元騎手である。地方競馬教養センター長期騎手家庭第73期生。2001年3月31日付で、地方競馬騎士免許を取得。同年4月1日第1回笠松競馬1日目、第4競争 B、C 組条件戦3番人気、大和コマンダーで、初騎乗。同年4月25日、 第2回笠松競馬3日目第3競争3歳、グミ条件戦を9番人気、カメラ目線で優勝し、11戦目で初勝利。2002年10月15日第17回全日本、新人王相派戦出場。2004年4月9日、第1回笠松競馬5日目第5競争ラ系、B19 組条件戦を1番人気、丸高浦安で優勝し、 地方競馬通算100勝達成。2005年4月30日第3回京都競馬3日目、第6競争3歳500万下で10番人気、丸予算でに起場し、中央競馬初起場。同年8月19日第8回笠松競馬5日目、第9競争第34回黒百合賞7番、人気オグリスキーで優勝し、重賞初制覇。 2006年5月31日第4回笠松、競馬3日目第1競争ラ計3歳9組条件戦を1番、人気、アウジョンで優勝し、地方競馬通算200勝達成。同年10月22日第9回森岡競馬5日目、第31回放置新聞杯ウィナーカップを3番、人気オグリホットで優勝し、多常での重賞初制覇。 翌10月23日から11月12日まで、機場技術の向上を目的として、中央競馬、岩戸高受給者で研修を行った。2007年6月8日、第6回名古屋競馬4日目第12競争第37回、東海ダービーを4番人気、マルイオフェニックスで優勝した。また、同馬とのコンビで、同年8月15日第8回大井競馬4日目、 第9競争第41回黒潮坂に出走し、9番人気の低評価を覆して解消した。同年9月13日第10回笠松、2008年1月8日、第17回笠松競馬2日目第3競争において、個人協賛により、小島徹る騎手結婚記念3歳4組条件戦が施行され、マディスンスクエアに起乗し2着だった。 同年7月7日、第6回福山競馬3日目第9競争に、実施された福山競馬場初の地方競馬全国、交流競争オーツパークグランプリ2008で8番、人気、丸いよスポットに起乗し、レコードタイムで優勝した。同年11月28日第14回笠松、競馬5日目第4競争色リビ特別を、フィンマックールで優勝し、 地方競馬通算400勝達成。2009年6月23日には、騎乗機械4連続勝利を達成した。同年7月16日第6回、園田競馬3日目第11、競争オーッズパークグランプリ2009に3番人気、マルイオフェニックスで、出走、回収馬の最っぱなし馬するアクシデントがあったがそれを、克服し優勝した。 同年11月11日第13回笠松、競馬3日目第8競争ラ系、B8 組条件戦を2番人気、富士の浅畑で優勝し、地方競馬通算500勝達成。2009年、549,107勝で初めて、笠松のリーディングジョッキーとなる。2015年、平成27年度第1回長教師免許試験に合格し、 8月1日付で調教師に転身すると、共に同日旧社を、開業、9月18日笠松競馬、第2競争を管理場、カティサンダが制し、開業初勝利を挙げた。2020年8月1日に引退した。引退に先立つ6月23日、岐阜県警が、笠松競馬の関係者4人が馬券を買ったとして、競馬法違反の疑いで、事情聴取、並びに、 旧社や関係者の自宅などを家宅捜索しており、共同通信や産経新聞などは、免許を交付されず引退した人物が、馬券購入に関わった容疑で捜査中の調教師と、機種の4人であるという趣旨の報道をしている。引退後は、YouTube や Twitter で活動している。ありがとうございます。